LINE を自動化しようとすると、今ね LINE 公式アカウントのオフィシャルの最初の管理画面だけでも何つうかステップが組むことができるようになったので、まあ、それ試してもいいかなと思った時期だったんですけど、実はねマイスピーでも LINE 連携できるんですよ。でこれがあるから、だからね LINE で重量課金だからあんま大量配信もできないし、じゃあかといって L ステップにお金たくさんかけてすごい細かくセグメント分けしてってやるかっていうと、僕はねその労力があるんだったら他の新しいコンテンツ作ったり新しい広告作ったりとかの方がいいかなと思っちゃう方なんで、まあ、やってない。マイスピーの機能でついてるんで、ちょっとそれをやってみたいなと思ってるだけって感じですね。で、LINE はリマインドと、あと返信もらって、個別のやり取りするにはいいなと思います。メリット、デメリットっていうのは分かったんで、マイスピーの LINE 連携機能だけでどれぐらい自動化できるか、そしてどの自動化するのにどれぐらいビジネス的な意味があるのかっていうのを考えながら、2024年 LINE の自動化もちょっとやってみるかも。